いらっしゃいませ。新規で定期作ってもらえます？はい、かしこまりました。あれ？お客様、今日誕生日じゃないですか。え？ああ、そうでしたね。おめでとうございます。あ、ありがとうございます。それではこちら通勤の6ヶ月定期です。あ、どうも。いってらっしゃいませ。東改札一野さん、取れますか？はい、東改札一野です。これから誕生日のお客様、そちら向かわれます。赤ネクタイにメガネの男性の方です。承知です。お客様、お誕生日おめでとうございます。え、ああ、ありがとうございます。いってらっしゃいませ。ホームの山田さん、取れますか？はい、どうした？赤ネクタイにメガネの男性、今日誕生日ですって。なるほどな。山田グレッシャー到着いたします。キロセンの内側にお下がりください。エオンゴジャグキンの赤ネクタイにメガネの男性のお客様、お誕生日おめでとうございます。え、お客様の素敵な一日に向かって出発進行。今日も頑張ろう。すいません、キンさん。はい、どうされました？こちらの団体乗車券なんですが、払い戻しをお願いします。よろしいんですか？修学旅行が中止になってしまいまして。ああ、そうなんですか。一生に一度の修学旅行ですから、本当は行かせてあげたいんですけどね。そうですよね。あいつらしおりを作って楽しみにしてるんです。中止になったなんて言えないですよ。先生方も辛いですよね。僕らも修学旅行へ行く学生さんがとびっきりの笑顔で改札を通っていく姿が見れないのがとても寂しいです。あいつらにとっては今行くことに意味があるんです。だから今は我慢しろとか、またいつかとか、そんなことは言いたくないんです。そうですよね。あ、先生、これよかったら。青春団体乗車券です。え、これは？みんなどうしたんだ？中止なんですよね、修学旅行。誰がそんなこと言った？え、来週はバスレクならぬ電車レクでみんなで楽しもう。よくわかんないけど楽しそう。すいません、金さん。何ですか？切符をなくしてしまって。それだともう一回買ってください。あ、探してもらえたりしないですか？まあ一応できますけど、多分ないっすよ。わかりました、じゃあ買い直します。はい、じゃあ890円です。堀内さん、ちょっと待ってください。なんだよ。僕変わりますんで一服行ってきてください。ああ、いいのか。悪いな。お客様ではちょうどいただきますね。ありがとうございます。え、まだ何も。どうぞお気をつけて。じゃあ行ってくるね。お盆にはまた帰るよ。うん、ちゃんとご飯食べるんだよ。あ、お父さんは今日も仕事だからいないけど行っとくね。うん、じゃあね。お腹痛いな。トイレトイレ。まもなくあずさ46号発車いたします。やばい、ギリギリになっちゃった。お客様急いでください、まもなく発車しますよ。ちょっと待ってください。え、まもなくドア閉まります。待ってください。ん、はい、もう一度ドア開けます。あ、父さん、相変わらず騒がしいな。行ってきます。うん。あ、ドア閉まります。頑張れよ。光号だから12番線だからね。知ってるわ。じゃあ母ちゃん入場券買ってくるからね。あ、これ作ったから電車の中で食べてね。いいよ、わざわざ。あら、券売機混んでるわね。母ちゃん何やってんだよ。間に合うかしら。もう電車来ちゃうじゃん。あ、お客様はどちらまで行きますか？あ、入場券が欲しいんですよ。お見送りですか？はい、息子が次の光号で行くんです。あ、じゃあもうそのまま行っちゃってください。お支払いは後でいいので。え、ありがとうございます。結局母ちゃん来ねえのかよ。安全、よし、はい、光号発車します。ひやひこ、頑張んなさいよ。母ちゃん恥ずかしいだろ。うめえ。ちょっと、金さん。はい、どうされましたか？ちょっとこの前電車に傘忘れちゃってさ。かしこまりました。何か特徴はありますか？ビニール傘なんだよな。ビニール傘ですか。ですと1日何十本も届きますので、お客様のものが見つからないかもしれませんね。まあ見た目はどれも一緒だもんな。何でもよければ好きなもん持ってっていいですよ。ああ、実は小学生の孫がよ、お小遣いを貯めて俺の誕生日に買ってくれた傘なんだよ。あ、そうなんですか。前に俺が傘忘れてびしょびしょになっちゃったっていう話をしたらよ、じゃあじいちゃんに傘買ってあげるって言って。まあビニール傘なんだけど、すごく嬉しくてな。お客様、僕探してきますね。ちょっと待っててください。え？お客様、これ見てください。ん？ああ、これだ、孫の家だ。よかったですね。本当にありがとう。あ、また JR 遅れてんじゃないかよ。いつになったら出んだよ。申し訳ございません。
ただいま運転の見込みが立っておりません。見込み立てんのがお前らの仕事だろ、さっさとしろや。申し訳ございません。謝ってばっかじゃ何も変わんねえんだよ、この若造が。申し訳ございません。おい、お前何やってんの、もう行けよ。あ、でもお客様の対応が。何言ってんだよ、今日は成人式だろ、一生に一度しかないこの日をあんな奴に奪われてどうすんだよ、さっさと着替えて行けって。そんな、僕だけ帰るなんて。お前だけ帰れたらいいんだよ、どうせ俺らなんて終わったら寝るだけだよ。寝る前にこんだけ怒られるときはよく寝れるわ、さっさと行けって。先輩、今度飲み付き合えよ。はい、楽しんでこい。行ってきます。何ごちゃごちゃ言ってんだよ、あいつはどこ行ったんだよ。私、彼の上司です。お話いくらでもお聞きしますよ。ちょっと金さん。はい、どうされましたか。もうパタパタが見れなくなるのか。パタパタ、俺は小さい頃からよ、このパタパタを楽しみにしてたんだよ。あー、発射表のことですか。そうだよ、もう見れなくなんだろ。そうなんですよね、ダイヤ改正もありまして、電光掲示板に置き換えさせていただきます。寂しいもんだよ、小さい頃はよくお袋に連れてきてもらってな、学生時代は通学でいつも見ていて、大人になっても通勤でいつも見ていたよ。ずっと利用してくれてたんですね。パタパタと音をさせながら次の行き先が表示される、こんなレトロな感じは今でもあってもいいと思うんだけどな。そこまでパタパタを愛してくれてありがとうございます。きっとパタパタも喜んでますよ。だといいな。あ、そうだ。何ですか。パタパタ俺にくれねえか。無理ですよ、こちら新大阪までの切符ですね。ありがとうございました。ふぅ、終わった終わった。すいません、まだやってますか。あー、ちょうど終わってしまいました。え、金さんお願いします、切符を作ってください。そう言われましても。実は明日大学受験があるんです。朝一の電車で行かないとなので、切符を買う時間がないんです。お願いします金さん、作ってください。特別ですよ。ありがとうございます。どちらまでですか。京都までお願いします。かしこまりました、往復自由席でよろしいでしょうか。はい、お願いします。お待たせしました、こちら京都までの受験必勝切符です。ありがとうございます、これを握りしめて行ってきます。頑張ってください。はい、ついでに定期の更新もいいですか。ずうずしいな。ご乗車ありがとうございます。ん、受験票だ、お客様。やばい、受付終わっちゃう。お客様、遅刻だ遅刻。お客様。え、お客様、これを。あ、落としてました。ありがとうございます、間に合ってよかったですよ。受付まで時間がなくて急いでたんです。でもこれがなかったら。勝負の日にはアクシデントがつきものですよ。本当に助かりました。ではこのハンコ押しときますね。合格、ここ合格駅の駅スタンプですよ、絶対合格ですね。これ提出するんですけど。ごめん、本日沿線火災の影響で運転を見合わせております。すいません金さん。はい、いつ頃動きますか。それがこちらでも全く見込みが立っていなくて申し訳ございません。そうですか。お客様どこまで行きます。え、中目黒までです。ちょっと待っててください。え、タクシー、中目黒までお願いします。お客様乗ってください。いや、でもお金が。安心してください、このような異常時の際はタクシー代も全額うちで負担しますので。そうなんですか。就活頑張ってください。ありがとうございます。おい、電車はまだ動かんのか。あんな風になんなよ。すいません金さん。はい、どうされました。切符をなくしちゃいました。どこでなくしたか心当たりはありますか。岡崎から改札に入ってからは覚えがないんですけど。では岡崎駅に落とし物がないか確認してみますね。すいません。どうもお疲れ様です、豊橋のたくあんです。切符の忘れ物ってありますか。こちらにはないですね。そうですか、わかりました、失礼します。本当ですか？ありました？あ、階段のところに。ありがとうございます。お客様、ありましたよ。え、本当ですか？はい、なのでこのまま降りちゃってください。あれ？切符出てきました。受験票と切符と、あ、弁当。母さんが作ってくれたのに忘れちゃったよ。うわー、迷うな。幕の内か海苔弁か。焼肉は食いすぎだよな。やっべ、もうすぐ発車しちゃう。ご乗車ありがとうございます。お兄ちゃん手伝うよ。あ、ありがとうございます。よっしゃ、重いな。教材が入っててごめんなさい。とんでもないよ、
じゃあ階段駆け上がるぞ。はい、ホームさん、あと一人行きます。駅員さん、おかげで助かりました。受験頑張ってな。あ、これ豊橋の駅弁だけど、よかったら。ありがとうございます。ちょうど弁当なくて困ってたんです。しっかり食えよ。ちょっと駅員さん、お金払んなさいよ。あ、ごめんおばちゃん、後で払う。こちらで拝見しますね。すいません。お、子供定期切れとるじゃん。更新してく？いや、大丈夫です。更新しんの？今年で卒業なんで。あ、卒業か、おめでとう。どうすんの？上京するんですよ。そっか、頑張れよ。これ捨てといて大丈夫？あ、持って帰ります。じゃあ穴開けて反抗しとくな。俺のこと忘れんなよ。もちろんです。じゃあ券売機で切符買ってもらって。ありがとうございました。行っといて。いらっしゃいませ。先生、待ってください。あれ、お客様どうされました？お腹が痛くてトイレにいたら、クラスのみんないなくなっちゃったんですよ。たくあん中学校の学生さんですか？そうです。もう行っちゃいました？はい、先ほど新幹線に乗って行かれましたよ。え、じゃあ僕はみんなと修学旅行に行けないんですか？こちらでは何ともできないですね。ずっと楽しみにしてたのに。お兄ちゃん、次の光に乗っていきなよ。え？そしたら静岡でみんなに追いつくからさ。でも切符が。大丈夫、先生たちの乗ってる新幹線の車掌さんに切符の確認取っといたからさ。あ、ありがとうございます。それじゃあ行ってきます。楽しんでな。先輩かっけー。すいません、金さん。はい。あの、ボールペンをなくしちゃって、探してもらえますか？ボールペンすか？あ、今んところないっすね。ちっちゃいもんはあんま見つかんないっすよ。そうですか、わかりました。お客様、どこで落としたかわかります？もしかしたらさっきの満員電車で。何分に着きました？10分ぐらい前ですかね。どの辺に乗ってましたか？階段のすぐ近くでした。ちょっと待っててください。お客様、これですか？あ、そうです。よかったです。ちっちゃなものでもその人にとっては大きな価値のあるものですからね。どうぞ。キュンです。やっべ、もうすぐ終電出ちゃうよ。こちら工事中です。反対側待ってください。マジで大回りじゃん。遅れちまうよ。まもなく最終列車発車いたします。ご乗車のお客様いませんか？うん。では発車いたします。ドアが閉まります。ちょっと待って。え、何ですか先輩。今の時間帯、東口工事してるの知ってるか？知らないです。東口から入ろうとした人は西口へ回される。ってことはプラス30秒かかるな。乗ります。ほらな。すごい。駅のことだけ知っているのが駅員じゃないぞ。駅周辺のことも理解しておくのが駅員のプロフェッショナルだ。かっけーっす。 あ、大丈夫ですか？拾いますよ。悪いね、最近手が震えちゃって。僕もよく落とすんですよ。お兄ちゃん、急いでないかい？あ、大丈夫ですよ。これで全部です。ご丁寧にありがとう。お兄さん、急いでください。え？光号乗るんですよね？はい。でももう発車時刻が。さっきおばあちゃん助けてましたよね。今度は僕がお兄さんを助けますよ。え、キーさん、ありがとうございます。いってらっしゃいませ。いい男たち。わあ、新幹線だ。ソウスケ、危ないからこっち来なさい。かっこいい。邪魔だガキ。ソウスケ大丈夫？親がちゃんと見とけ。あ、すいません。あなたこそちゃんと周りを見た方がいいんじゃないですか。誰だお前。私は新幹線の車掌です。車掌が口挟んでくんだ。あなたながらスマホをしてましたよね。それでいて子供にぶつかり邪魔だとは、あまりにもひどくないですか？うるせえな、ちゃんと子供を見とかね、親が悪いんだよ。お母さんはしっかり見守ってましたよ。無邪気に走り回るのは子供の仕事です。気を使うべきは大人の方ですよ。たく。ソウスケくん、おいで。何ですか？はい、どうぞ。ソウスケ社長、ケレ。ちょうど新幹線来てんじゃん。これでいいか。すいません、そこ僕の席なんですけど。え？何言ってんだ。僕は自由席だぞ。でも。でもじゃねえよ。ガキは普通の電車乗ってろ。すいません。お客様、降りていただけますか？なんでだよ。こちらは修学旅行専用車両です。一般のお客様はご乗車できません。修学旅行だと？こんな時期に旅行行ってんじゃねえよ。学校で勉強してるわ。まだそんなこと言ってるんですか。この電車が走るのも3年ぶりです。その間多くの学生さんが涙してきたんです。僕はそんな悲しい青春があってはいけないと思うんです。知らねえよそんなの。
僕ら大人に彼らの一生に一度の思い出を奪う権利はありません。行かせてあげてください。まったく、次ので行くわ。え、金さん、ありがとうございます。いえいえ、皆様の望みを叶えるのが仕事ですから。